私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。永瀬角の新信長伊佐沖が視聴率ワースト1位か、民放ドラマ離れに拍車。10月期からも同じくキング&プリンスへの平野紫耀が主演を務める TBSK 黒詐欺をはじめ、いくつかのドラマでジャニーズタレントが主演を務める。しかし、こういった状況は来年以降は少しずつフェードアウトしていくと言われている。テレビ業界の凋落を見るに平野の黒詐欺も山下智久が主演を務めた2006年の前作の視聴率を超えることは不可能です。平野の演技がどうこうではなく、ドラマの視聴率が平均して下がりまくっているので仕方のないところ。ただ、視聴率はどうしても表に出てしまうので、平野は山下に負けた、というイメージがつけられてしまうのは明白です。いくらジャニーズが大きい事務所とはいえ、この慣習を変えることはできない。ならば、ジャニーズ側で調整をするしかなく、今後は、ジャニーズ主導で出演するドラマをかなり厳選すると言われています。一方、テレビ局としては、ジャニーズタレントの主演となると CM、スポンサーも集めやすいので、今の状況を維持したい。事務所との熾烈な駆け引きが行われることになりそうです。同情。各テレビ局は、人気ジャニーズタレントのドラマ主演と引き換えに、他のジャニタレのプロモーション案件を今まで以上に引き受けることになるだろう。配信ドラマに主軸を移したとしても、ジャニーズ事務所のテレビにおける影響力は強いまま保てるようだ。キング&プリンス永瀬角が主演を務めるドラマ、新信長後期からクラスメイトは戦国武将からが9月25日に最終回を迎えるが、大苦戦のままのフィニッシュとなりそうだ。人気コミックの実写化ということで、放送前は話題を集めた同作だが、蓋を開ければ世帯平均視聴率は初回7月24日放送の 6.1%、ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同を頂点に下がり続けているからだ。織田信長や徳川家康などの戦国武将がクローンとして蘇り、高校を舞台に総長を目指して戦うという SF 作品です。いかにも漫画の実写化らしいストーリーがバカバカしい作品なのですが、実写ならではの良さを全く活かせなかった。奮闘しているのは異彩を放っている黒田官兵衛役の浜田武くらいで、永瀬の信長も演技に重みがなく、感動的なシーンもギャグにしか見えなくなっている。盾を中心としたアクションシーンも中途半端で、最終回に向けても視聴率の向上は見込めない状況。日テレ関係者も頭を抱えているようです。民放関係者、9月18日に放送された第9話は、世帯平均視聴率が 3.2% と過去最低を記録。この大失態に、ジャニーズ事務所の幹部もカンカンだという。最終回は少しでも視聴率を上げられるようにテレは四苦八苦している。公式の YouTube チャンネルでスペシャルコンテンツを公開するなどし、ジャニーズ事務所サイドにも何とかやっている感は出しているようです。ですが、最終回直前までの平均視聴率は 4.36% で、2003年以降の日テレの GP 帯ドラマで歴代ワーストのメッセージから言葉が裏切っていくから、2003年が記録した全話平均 4.4% を下回っている。このままならば、およそ19年ぶりにワーストを塗り替える可能性が高くなり、今からジャニーズ事務所はスポーツ新聞や週刊誌に永瀬角がワーストを更新したと騒ぎ立てる記事を出さないように要請しているようです。同情。これがきっかけとなり、ジャニーズ事務所はタレントの活動方針を見直す決意をするだろうと言われている。ジャニーズタレントは木村拓哉を筆頭に主演を務めるドラマの視聴率が良くも悪くもスポーツ紙やネットニュースの記事のネタになることが多い。今春、木村が主演した未来への10カウント、テレビ朝日系も視聴率が悪く、再三にわたって下げ記事にされました。
挙句の果てには週刊誌のネット媒体で早期打ち切り報道が出て、これがヤフーニュースにも配信されたことで話が拡散し、テレ朝が誤報だと抗議するトラブルも起きています。こういったごたごたを嫌うジャニーズの藤島ジュリー景子社長は、少しずつネット配信ドラマにタレントの出演を移行させる準備を進めているようです。コンサートやファンクラブ会員の売り上げが多くを占めるジャニーズとしては、テレビが効果的な宣伝媒体ではなくなっている。そればかりか、木村や今回の永瀬のようにテレビの低視聴率に巻き込まれて、タレントの価値を下げる方がリスクになってしまうんです。その点、ネット配信ならば具体的な視聴率も出ないので、ネットニュースにあれこれ書かれることもありませんし、ネットフリックスなどでは大概の作品は配信開始付近では視聴数で1位を得れる。もはや民放各局のドラマで視聴率争いに加担する必要性がほとんどないんです。丸、私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。